ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。20年ぶりに、加藤 C571 の SL を走らせています。加藤フレキシブルレールの継ぎ目を調整しながら、ここまで走れるようになりました。ちょっと、引っかかりがありましたね。半径がきついなぁ。前輪が脱線したぁ。車輪を乗せ直して、出発。スムーズに走ってる。駅を通過。登っていくぞ。よし、あと少しだ。登り切ったー。ガタン。今度は、うまく通過？ポイントも通れた。SL のピストンの動きが、かっこいいねー。また、駅を通過。頑張って登って。スムーズに頂上まで登れた。やっぱり、ここの継ぎ目がガタンってなるなー。都会駅に到着。少し寄ってみてみよう。手ブレが。ピストン周りの作りが精密ですね。今度は、お気に入りのリニアを走らせてみます。鳥残された。ご視聴ありがとうございました。